駅前風景新鉄六甲駅は、兵庫県神戸市北区、有野町城からびつあざ種池にある、神戸電鉄ありませんの駅。駅番号は、キロバイト13。標高323メートル。阪急電鉄の六甲駅とは、六甲山を隔てて、直線でも7キロメートル以上離れている。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅。駅舎は、 山小屋風で下りホーム側有馬口寄折りにあり、上りホームへは、校内踏切で連絡している。沿線高ネットワークに接続された、駅務遠隔システムが導入されており、センター駅から、自動券売機、自動改札機、自動生産機、TEB カメラ、インターホン、シャッターが、遠隔操作される。そのため駅員巡回駅となっており、校内売店も設けられていない。 以前は駅近辺の商店で割引乗車券等の委託販売を実施していたが2009年11月時点では行われていない乗り場番号は設定されていない近年の1日平均乗車人員は下表の通りである住宅が多い同名の阪急電鉄神戸本線にある六甲駅とは六甲山を隔てて南に約7キロ 徒歩で実に約4時間半かかる。鉄道では、新海地駅経由で約56分、谷上駅から神戸市営地下鉄経由でも約41分かかる。同盟だからといって、乗り換えようとしないよう注意が必要である。ありがとうございます。